カトリック・ウィリアムズはプロバスケットボール選手。ポジションはスモールフォワード。アメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット出身。ウィリアムズはノースカロライナ州シャーロットで生まれ育ち、ウェストシャーロット高校に進学した。彼は4年間バスケットボールチームのスターターを務めて3年生の時に試合平均で20.7得点、7.7リバウンド。 3.7アシスト、2.8スティールを記録している。ウィリアムズは同学年の中で4つ星のトップ50に入る有望選手であると評価された。ウィリアムズは大学進学にあたってアリゾナ大学、クレムゾン大学、ルイビル大学、メリーランド大学、ノースカロライナ州立大学、オハイオ州立大学、テキサス大学、バージニア工科大学、 ウェイクフォレスト大学などからもオファーをもらっていたが、最終的にフロリダ州立大学への進学を決めた。4年生の時に試合平均で22.1得点、9.0リバウンド、2.8ブロック、3.1アシストを記録し、4A クラスのノースカロライナ州チャンピオンシップゲームにチームを導く活躍をして、シャーロット・オブザーバー氏が選出する。 メクレンバーグ軍の年間最優秀選手に輝いた。ウィリアムズは2019年のジョーダンブランドクラシックに招待された。高校4年間の通算成績として1787得点、749リバウンド、310アシストを記録した。ウィリアムズは1年目に2020年の NBA ドラフトで21番目の有望株であると ESPN から報じられた。 彼はチームのシックスマンとして大学キャリアを開始した。ウィリアムズはウェスタンカロライナ大学との試合で18得点、4リバウンドを記録した。また、テネシー大学チャタヌーガ校との対戦では16点を記録している。ノースカロライナ大学との試合では14得点とキャリアハイとなる9リバウンドでチームの勝利に貢献した。次のマイアミ大学との試合では、 14得点で勝利している。2月15日のシラキュース大学に勝利した試合では17得点7リバウンドを記録している。ウィリアムズは ACC のオールフレッシュマンチームへの選出とカンファレンスのシックスマン・オブ・ザ・イヤーを獲得した。シーズン終了までの彼の試合平均成績は9.2得点4.0リバウンド1ブロックだった。シーズンの終了後、 ウィリアムズとチームメイトのデビン、バッセルは2020年のドラフトに参加表明をした。2020年11月18日に行われた NBA ドラフトにおいて、ウィリアムズは全体4位でシカゴブルズに指名された。2021年3月に成立したトレードでニコラ・ブーチェビッチがブルズに入団したことにより、入団時から着用していた背番号9はブーチェビッチに譲り、 背番号44に変更した。ありがとうございます。